おはようございます。もう国道が朝露で濡れてて非常に滑りやすくゆっくり歩いてます。オオカメの木、この今咲いてるのは飾り花、真ん中のちっちゃいのが本当の花。山の花の山小屋街を過ぎて神の大堀に入ります。一面水芭蕉です。おはようございます。今日の目的は、尾瀬のお花見に行こうと思います。いろいろ花が咲き始めてますね。モウセンゴケも、葉っぱが出始めてます。連休中から比べたら水がすごい少なくなったんで、これがいつもの水の量でしょう。ゆでやかに流れてます。水場所もいい感じかな。はい、これからこの橋を渡ると中田城になります。
竜宮の出口の水もだいぶ透き通ってます。そこの方にイワナが一匹、木道と木道の間にこんなにたくさん竜金花が咲いてます。竜宮小屋お疲れ様でした。よっこしょっと。六兵衛堀が見えてきました。六兵衛堀の向こう側の赤い屋根だったり緑色の屋根だったりは下田城十字路、見晴らし十字路です。左側に四仏山がよく見えて、とっても清々しい感じですね。反対側のね、日内ヶ岳、今日はちょっと、まだこの時間、まだ何日か前、5月の15日、その日に来た時も、ここは水場所いっぱい咲いてました。そこの先の一段上がったところにもいっぱい咲いてました。霜焼けが気になるってその前は言ったんですけど、今は霜焼けしてるやつもありゃあるけど、それほど気にならないですね。龍金花黄色いのも咲いてます。いい感じいい感じ。この木道の斜めっていうのが浮かないね。ここを上がると水場所がドーンといい感じですよ。カッコが鳴いて、すがすがしい朝でございます。5月の15日の日は、ここを左に東殿小屋方面に行きました。今日は、ここを左に行かないで、まっすぐ、三条の滝の方に行きます。もうちょっとで温泉小屋、本当に温泉ですよ。公衆トイレ使えます。多くの人がここまっすぐ行って三条の滝行くんですけど、ちょっとね、断吉振動、それを行ってから三条の滝行きたいと思います。普通だと、さっきの分岐をまっすぐ行って、そんで三条の滝行くのが普通なんですね。だけどその道が濡れてて、ぬかるんでて、靴がね、ドロドロなんじゃねえかと、往復そこ歩くの嫌だなと思ったもんで、こっち歩ってますけど、こっちもまあまあぬかるみがちょくちょくあったりするのかな。時間的にこの断吉振動を通る人が少ないのか分からんけど、すれ違う人、追い抜く人、追い抜かれる人、ありません。白樺タムシバのでっかい花びらと、
オオカメの木の飾り花、両方白いですね。わあ、綺麗だな。はい、段吉新道と日内裏林道と三条の滝、その三叉路。亀の木とタムシバ、さっきも言ったけどそれがすごいです。あ、綺麗だね。純白の、あれですね、花嫁衣装みたいですね。あ、綺麗だ。今日は三条の滝、木道が出てきました。一瞬ですけどね、歩きやすいです。おお、すごいね。あれ、これはタムシバじゃない、カキなんだっけ、拳じゃねえかね。うわー、咲いてる。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、あと200メートルです。水が多いのかな。ここの道がね、すごいぬかるんで、この長靴じゃねえや、革の靴がぐちゃぐちゃになるんじゃねえかと思ったんですが、割合、ぬかってはいますけど、相当ひどい、あの、
田植えをする田んぼみたいな感じにはなってないです。ちょっと休んでいます。白なめの滝です。もうちょっとで団吉新道に合流します。一周してきましたね。タムシバだかこぶしが団吉新道、すごく良かったです。で、三条の滝やっぱ綺麗ですよね。で、シャクナギが三条の滝付近でいっぱい咲き始めてるのかなと思ったら、もうちょっと先の方がいいですね。そんな感じです。下田城ではもう立山林道も咲き始めてますね。東電小屋に着きます。東電小屋の公衆トイレやってます。お、桜も咲いてるわ。今日行ってきたらさ、タモシオラダガン拳がいいよ。シャクナゲはまだ早かったな。シャクナゲは早いです。ヤスコはいつもあの、なんですかね、アズマは早いんですよ。アズマも拳咲いてるんですよ、うん、だけど白さんがあって、白さんはね、これから。これからお客さんがどんどん増えるとね、時間によっては思うように自分のスピードで歩くことができません。だからできれば平日の、空いてる時の方がゆっくりと自分のペースで大勢歩くことができます。鳩町沢、もう最後の400メートルぐらいかな、300メートルかな、もうちょっとです。
内峠到着、小瀬ヶ原三条の滝行ってきました。ずっと降られなくてよかったです。まあ水場所いいです。ぜひ来てください。